ってる。じゃあ結婚したいと指さそう。結婚か、オッケー。せーの。はい。おえふむちゃんとトアが風窓を指さしてて、風窓がスバルで、スバルがトア。やだ。え、ちょっと、まあ、え、じゃあ結婚したい理由を、じゃあ、まずね、なんで風間殿と結婚したいんですか、とわさん。いや、まず、てか、そういうのもないの、結婚したいは。え、ふむちゃんか、風間殿。え、なんて言ってんの。え、スバルはない結婚したいで。結婚はないの。なんでだよ。だってちょっと。ガチの距離みたいなんで。ふざけんじゃねえ。え、でも、でも確かに、なんでスバル先輩だ。いや、スバルちゃんは、まず部屋が、部屋の綺麗さが部屋綺麗じゃん。いや、もうやばいよ。え、でもこの前お伺いした時、綺麗だったらわかるよ。いや、まあ、風間の家に比べると劣る。なんで風間と結婚したいの。え、ふむちゃんと風間になった時に、うん、料理を作れるか作れないかの判断になったの。そこよな、そこよな。で、風間のこの家庭力が高すぎて、うん、風間かなーってなって。え、ふむちゃんはなんで風間と結婚したいんですか。いや、やっぱさ、ご飯とかかな。ほらほら、お部屋も綺麗だし、お掃除もしっかりしてほらほらめちゃめちゃ気遣ってくれそうって。胃袋かー。でも、そんな風間が結婚したいのは俺なんでなんでなんでそばちゃんなんだ。え、なんか、ふむち先輩はなんかすごいやっぱゲーム仲間感がめっちゃ強くて、うん、確かにそうだ、友達未満だ。そう、友達未満だ。下脱いでないで。大丈夫だ、問題ないみたいなのね、ずっと言ってくれるから、風間も自然となんかだんだん安心してくるんですよ、ね。でもスバルちゃんと結婚したら部屋は汚くするし、返事はしないし、最低だよ。でも風間スバルがいいんだもんね。風間を お掃除してまず ご飯作る。え、でも、スバルも自炊やろうと思えばできるから。おそう。1週間ぐらいでやらなくなりそうやけど。じゃあふむちゃん。最初はやるけどだんだん。いや、うん、でもそんなスバルはトアと結婚したいんですけど、うん、なんで、まあ、なんでかっていうと、うん、まずふむちゃんには妙者がいると、うんうん、確かにな。だから妙者にぶっ殺されたくないから身を引いて、風間殿はなんか多分結婚したら迷惑かけるからなんか迷惑かけるのが申し訳なくなって。あれでもトアは迷惑かけても、うん、おいすでにって言ってくれるスバル片付けろやってなるから、うん、はい、片付けますってなるから、だからトアにしました。なるほどね。